で相談じゃないけど、うん、私たちの場合、うん、やってはめて、うん、私たちもし私たちだったらっていうお話、こういうふうにやるかなっていう話をしてみました。うん、うん、強すぎると思ったらまず好きだから気持ち焼かれてるんだなと思ってプラス以降に持っていってから、うん、あまりにも気持ちがひどすぎる場合はさ、うん、なんでそこまで、うん、気持ちがすごいのか考えるって、うんうん、私たちのケースだったらまず気持ちしてるのは好きっていう証拠だからいいことだと思うけど、うん、や気持ち焼かれてさ喜ぶ人とさ、うん、や気持ち焼かれて嫌な思いする人がいるんじゃない、別れるんじゃない、や気持ち焼かれて嫌な人は束縛されたくない人か、うん、なんか自由でもいたい人、うん、それはだからお互いのバランスの差が空きすぎてしまったら不一致が起こるから、うん、話し合いが必要、うん、や気持ちよかなくなったら冷めたか、冷めたかが信用してるからする必要ないでしょ、うん、私たちはそれ、うん、私たちは気持ちあった、一番最初しかなかったんじゃない、うん、とっても一番最初のとってもちょっと、うん、ダーリンはや気持ちよかないでしょ、焼き餅よりもさ安全が気になるって、なんていうの、車の運転全然違うとかさ、暗い道を歩いたら危ないんじゃないかとかさ、身の安全が気になるって身の安全身の安全だよ、焼き餅じゃないんじゃない、それ危ない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 、身の安全、自分が行くよって思ってよ、焼き餅はさ、まあ、最初はあったと思うけどさ、お互いまっすぐ家にしか帰ってこないってよ、休みの日もずっとお家にいたいぐらいだから、うん、ダーリンが最初一番最初らへんよ、うん、ダーリンがタバコ吸いにベランダに行くときに、うん、あのタバコに焼き餅を焼いていた、私は、うん、私と部屋で過ごすよりベランダにいときたいのかなと思った時があったよ、そんな頻繁ではないさ、私には頻繁に感じたんじゃない、1時間に1回とかぐらいでしょ、じゃあ慣れてない時よ、うん、そんなに一人の時間になりたくってわざとタバコ吸いに行ってんのかなと思った、家でタバコ吸えないから、うん、だからタバコに焼き餅焼いてた時があったわけ、うん、信頼信用があったら焼き餅はなくなるね、自然と、うん、相手が持てるとそれは減らないかもね、あそれはそのモテる人がちゃんとお家に帰った時、二人で一緒にいる時にちゃんと愛情を示していたら心配はしないんじゃない、うん、一人がなんかだから過去に何かがあってまたこうなるんじゃないかと思って怖いとかでやきもちがどんどん強くなっていってたら、うん、今の人は今の人、過去の人は過去の人だから必ず同じになるっていう限らないさ、うん、今の人が本当に好きなんだったら今の人にちゃんと集中して心配するより愛情を注ぐことに専念集中した方がいいと思う、うん、その人が本当に好きだったらよ、うん、心配してるエネルギーと心配してる時間の方がもったいないと思って、焼かれてる人は、焼かれてる人、うん、焼かれてるのがトゥーマッチと感じたらさ、やっぱそれをちゃんと2人で話さないとさ、うん、何がトゥーマッチで何がオッケーなのか、やっぱいくら好き同士でもわからんと思うって、うん、口に出して言わんと、うん、信用信頼っていうのをお互いに話し合う時間を持つ、うん、信頼とは何か。
らもう飽きてるっていうことだと思って、私は飽きてるんではないんじゃない、刺激がないんじゃない、うん、だからさ、なんか新しいことをしたらいいと思って。二人でよ、一人だけが感じてたらさ、うん、もう面白くない一方通行って。二人でさ、何でもよくさ、パン屋さん巡りでもさ、うん、旅行でもさ、うんうん、旅行は新しい発見があるよね、うん、助け合いとかが出てくるからね。一歩間違えれば危険、うん、それでも、でもいい目安になるんじゃない、うん、あ、この人倒れんやしってからなるかさ、うんうん、新しいなんかさ、いつもと違うことをするのいいと思ってよ。ああ、だからそれは二人で考えてるからさ、ダーリンは優しいから。私はさ、あ、なんか面白くないって思ったらさ、もう自分のことしか考えてないから、はい終わりとか、いつ別れようかなってからもうなるってすぐ。なんで好きだったこと忘れたわけ？あ、もう飽きてるっていう、もう飽きてるっていうことだわけさ。うん、この状態に、あ、この人に飽きてるんじゃなくて、この状態に飽きてる。毎日同じなのが飽きたわけでしょ？刺激がだから、そしたらさっきの話に戻ってくるわけ？うん。新しいなんかやったらさ、うんうん、ワクワクしてからさ、うん、楽しいかもよ。うん。なんで何かで嫌いになったわけじゃないんでしょ？うん。だ、飽きてる。うん、倦怠期って飽きてるっていう意味じゃないの？怠るっていう感じが入ってたよ。うん。だからさ、嫌いじゃないからさ、好きだった気持ちを思い出すためにさ、新しいことするわけ。嫌いではないと思う。ゼロになった。ニュートラルに。もう飽きたから終わりだったらみんな一生結婚できないよ。だから私は続かないわけ、そうなると思う。二、うん、人で新しいことをやってみる。パン屋さん巡りとかさ、バイキング巡りとかでもさ、旅行とかさ。ボルダリング。うん、旅行。二人で共通で好きそうなものとかをさ、引っ越す、引っ越すはお金かかりすぎちょっとでかい、とかさ、なんかあのお金ちょっと使ってさ、家の便器を変えるとかさ。二人でなんか作るっていいって言わない、うん、あの家具作りよ、うん、DIY、うん、向き不向きはあると思うけど、作れない人はニトリで買えばいいって。うん、家の雰囲気を変える。で、気分も変わってくるわけ。うん。でも一人の趣向に偏るんじゃなくてさ、二人で選ばんとね。そうそうそう。なんだよ、リビングとかキッチンとかはさ、彼女とかにお願いしてさ、やっぱ女の子の好みの方が大変だったな。例えば自分の部屋を自分の好きなようにさ改造してみるとかさ。私たちの家全部私好みに無理やり自然じらして無理やり私のものに変わっていくでしょ。自然を装って、二人で、うん、家の中でやる作業は別々かもしれんけど、二人でパン作る、二人で餃子作る、うん、何でもいいと思うよ。二人で新しい作業をする。重症化する前にさ、倦怠期が、それもやっぱりさ、一人が感じてるっていうことはもう一人も感じてると思う。あるんじゃない、可能性。もうお花畑の人じゃない限りは同じじゃない。だいたい気づいてるかもしれない。だいたい同じこと考えてるかもしれない、うん、マンネリしてるなって。うん、付き合った時の最初は思い出してごらんって、喜ばすためにさ、あの手この手尽くしてさ、いろんなことするさ、お互いが。あ、でしょ、そこ、努力、うん、努力は必要だと思って、うん、ダーリンいいこと言ったかもしれない、うん、かわいいってこれ。